日本北海道札幌市南区、隅川清川は、北海道札幌市南区の地名、正人川の東岸に広がる地域である。隅川は、かつての豊平町大和田平岸屋座正人川、まこまな東浦、平岸、山の上、もちづき館、正人川沿い、焼山を含む地域である。札幌本府の建設が始まった頃、この一帯は、とど松の森林であり、 開拓士はここから木材を切り出していた。1871年、小人川の両岸に岩手県から入植者が来るものの本格的な開拓には至らなかった。1882年、福岡県音楽に山賀村阿ザ生イが浜から21戸が北海道移住のため出立し、そのうち9戸がこの地に入植することで開拓が始まった。 ところが移住を圧戦した報告者が甘もなく解散してしまい、移住者たちは住居もおぼつかなくなってしまった。同じく福岡県から福井に入職した開墾者の県と合わせ、事態は社会問題化した。1883年11月に福岡県で集められた救助金が届けられ、1885年まで送金された。前述の9個も、 その分配を受け、大いに励まされたものの、開墾は容易ではなく、この地を去る者や小作となる者も,も多かった。1885年には、第2回の筑前移民が行われ、26個のうち19個が、この地に入植した。しかし1889年の大例外の影響も、あり、彼らが定着するのは難しかった。1890年頃から、 南一条西三丁目で五福屋を営む石田厚志サブローラが土地を取得。石田は小作成を取り、1892年には故郷の新潟から人を呼び寄せ、筑前移民の残留者と合わせて道半ばの開拓を続行させた。しかし五福屋の経営が不振となったことから、これらの土地は1894年に大湯越作二条とされ、 ついで大井上明前の所有となった。1896年、小樽三大網元の一つ茨城家の茨城、与八郎が土地を取得し、約63.8ヘクタールの茨城農場を開設した。また同年、正人川沿いの土地約180ヘクタールの貸し下げを受けた安倍与之助が、そのうち130ヘクタールを増林地とした。安倍は1897年から、 カラマツの苗木を育てて植林を開始し、1912年秋に完了した。最終的に、安倍造林は約240ヘクタールに及び、北海道宇屈市の美林と称され、1913年には大日本三林会から有効賞を授与された。一方、田畑を中心としていた茨城農場は、1925年からリンゴの苗木5000本を植え付け、 果樹栽培も始めた。彼らの働きにより、一帯は農業と林業で発展していった。1944年、正人川の流れにちなんで地名を、墨川と改めた。ありがとうございます。